そう多いと。はい、8年しか違わないですよ。712人と720人です。8年なのに、なんで同じようなもの出すのと。ちょいちょい。違う部分ちょっとしかない人。なんでそんなことするのと出す。例えば どの程度違うかっていうと、アマテラスの岩戸隠れってあります。神話で。はい。はい、スサノオミコト、弟のスサノオミコトが、いろいろアマテラスお姉ちゃんにですね、いたずらするんですね。はい。はい、そのいたずらが、あぜ道を壊したりとか、あとは、うんこですね。はい。うんこを撒き散らすとか。神殿に、正式な神殿が、エルナチョレスとか、巻き散らすとか。で、最終的には、馬を、足の方から、あ、ケツか、ケツの方から、うわーって、皮を剥いだものを、天井から落とす。斬新よ。斬新。それはもう、いたずらなんですか、それは。いたずらなんです。それをした時に、なんだって怒って、あのね、うんこ怒んないんですよ。うんこ怒んないのに、その面白いたずら、なんじゃこれですよ、怒って、洞窟にこもった。これがアマテラス、岩戸隠れ。例えば、これが日本書紀だと、ちょっと違う。これ、古事記書いてあるんですよ、今。はい、日本書紀だと、ちょっと違うの。なんか、飯食うんでしょうね。飯、神の飯、神が飯を食うときに、アマテラスが、私の席ねって座ったところにスサノオのうんこがうんこついちゃってみんなにくせーって言われて怒ってドックスっていうぐらいのちどっちも怒るには値することだねブーブーブーショーみたいなね感じでそのぐらいの違いなんですよ。まあ、スサノオの、まあ、うんこが、まあ、うんこうんこ、まあ、言うことないですけどまあ、こんぐらいの違いだったりする、まあはい、例えばですね、神の誕生の順番が違います。日本で一番初めに神話上できたと言われている島はどこか分かりますか。知りません。もっと運命してくださいよ。淡路島です。どうして国海と島と書いてある。どうしてかは分かりません。書いてあるイザナキとイザナミってのがあります。アマテラスがもっと神の神です。夫婦の神、日本初の男女の神です。これが天と地がはっきり分かれていない時に大きな方向をブスッと海に突き刺してくるっと分けましてバッと取り出してこの滴り落ちた水滴が島になる。これがオノゴロ島って島が出てきます。オノゴロ島、ヨネスケ書の本名。あのね、すごいですね。確かに米津記者の本名は小野五郎です。前にね、庄屋兄さんの時に言った時も、米津記者の本名を見たんですよ。よく知ってますよ、彼女。小野五郎なんです。その島もしゃもじの形をした島なんですよ。それは違いますね、先生。食べてもらっていいですか、ちゃんとメモしてる。すいません、それはすごい。そんなわけはないですけど。おのぼろ島としてやってるみたいな顔してる。おのぼろ島にですね、イザラキとイザメを降りてきました。そこで国づくりというのを始めるんですよ、はい、あのでっかい柱、雨の御柱というのを男と女でこう回るんです。あなたは、私はこっちから回るわ、私はこっちから回る、俺はこっちから回るわ、回って会ったところでまぐあいましょうってやるんです。まあ、まぐあうは分かりますよね。まあ、いいじゃないですか。合体、正確に死ぬと合体ですけど、合体、ね、まあ、大人がみんな分かるでしょ。それで、それをやるんです、はい、それやりましたら、子供が生まれます。これはヒルコっていう子供が生まれるんですけど、これはちょっと未熟児だったんですよ。だったもんで、ちょっと育てられませんって言って船に乗せて流した。ひどいですね。それはすごい。で、なぜダメだった？で、もう一回同じのがダメです。淡島っていう、もう一神になりますが、これも、また流して、まあ、どうすれば、三度目の正直や。先輩の神に聞くんです、はい。なんでダメなんでしょうか？それは男から声をかけないからダメなんだよ。あのね、女性、こう会った時に、女
女性の神の方、イザナギの方から、はい、いい男でイザナギが美しいと言って合体するんです。でもこれの順番が違うよ、先輩に男から行けよ男だろ。大学の2年生と1年生みたいな男からじゃないですか、やっぱり礼儀としては。あ、それもないですか、ね、はい、で男から行ったんですよ。わかりました、テイク3、はいはい、やりましたら子供ができた、はい、その子供っていうのが淡路島です。え先生ちょっと当然皆さんついてこれますよね。え、子供作ってたんですけど島できちゃうんですよ。それが島が生まれた、個人的に面白いところです。はい、島が生まれちゃうんです。淡路島がそれできたんです。お父さんとお母さん島じゃないですよね。お父さんとお母さん島ではありますけども、やっぱ神はすごいですよ。島ができちゃう。だからイザナギとイザナミの子供ですよ、淡路島で。そこからどんどん島ができてくるんです。次に四国が出る。ついに沖ノ島、沖ノ島、島根県のちょっと上にある沖諸島ができます。その後、九州ができます。最後に本州ができます。それみんな子供としてできるんですか。子供としてできます。兄弟ですよ、淡路島が長男です。最初の2人が不憫ですね。まあそうっすな、島なんかそこはもうスケール壮大なところです。神がすごいなってことなんですよ。で、ちなみにですよ、僕その今度国生みの島、淡路島、この神話の会やるんですよ。淡路人形座さんっていう、はい、はい、あのすごいとこあるんですよ。この間神田松之丞会やってましたよ、ね、そんなね、すごいとこです松之丞はすごいみたいになるか違うんですよ。で こういう形でやるんですか。こういう形で僕と立川数治さんという人が同期なので呼び出してやります。国生み、その元古事記の神々についてフォーカスを当てて国生みの島です。やっと舞台でできるんですよ。あそにあ、人形の。そう、あの国生みの舞台です。人形座さんでもそういうことをやってるわけです。そういう人形劇をやってるわけです。はい、じゃあ詳しい方たくさんいらっしゃるじゃないですか。そう、釈迦に説法みたいになるのか。怖いです。それはかなりの、ね、チャレンジですね、先生。怖いですけど、でもありがたいです。でも、そんな知らないと思いますよ、言うても。言うても、みんな知らないと思いますよ。なんですか、その嘘くさい関西思います、ね、あのその感じで淡路島行ったら絶対にそうですね、様々でございます。他生まれましたね、下から行きますけど。ありがたいと全国で今この僕の会、これ全国でこの鹿児島でやったり山口でやったり、なんと今度は名古屋熱田神宮でやるんですよ。へぇー、そこないですよ。じゃあ、ね、山口だとか名古屋だとかお近くの方いらっしゃいました。これこっちでやってるのわざわざ行かないんですよ。いやいや、どこから来てる方いらっしゃるかもしれないです。先生の話聞きたくて今日ですね、淡路から来てる人いるんですか。いるかもしれない。マジいらっしゃる。マジでしょ。バタナと言いますね。いやありがたい話ですよ。すごいですね。はい、で、そうです。熱田神宮はもう草薙の剣のとこですから、が、ご神体まずまあ、まあ、それはちょっと自前にしてやめてほしい。はい、それで、神の順番、これ順番が違うと、はい、島ができたという。淡路島は最初にできて、四国ができてやっていく。本州は最後に出来上がるんだけども、日本書紀の場合は本州が先の方にできて、淡路島が最初にできてるのは合ってるんです、一緒なんですけども、2番目にできるのは本州なんです。これが遺伝の方でも大体本州が先の方にできてる。というのはやっぱり大和町ってそこで本州で起こしてます。あのやっぱ本州の地位を高めるために書いてるんじゃないかなっていうのはあります。そして出雲神話の有無と書いてます。これ出雲神話っていわゆる大国主御事、出雲大社に祀られております。大国主御事、これがあの古事記の神の代、その上巻の中盤っていうのは大国主御事が日本列島を支配する、そして成長して、それが天上世界のアマテラス大御神に捕らえちゃうんですけど、それの物語が書かれています。これを出雲神話と言います。スサノオノ御事がまずそれ老いたをした
からいたずらしたから馬を逆上げとやったから余ってさこもっちゃったからお前のせいだって言ってスサノオがいつもより怒られるわけです、はい、金家に。そしてヤマタノオロチ退治するわけです。そしてそこの食われようとしていた子供娘と結婚するんです。これの六世の孫です。孫六世の孫です。孫のまたの高尊というらしいですね。六世の、はい、孫に当たるのが大久家主見事なんです、はい、でこの大久家主見事はこの日本地上を支配して成長していく物語が出雲神話です。この出雲神話が全く書いてないんですね、日本書紀には。これもいかがの、これすごい違い、これかなり先生的には大事だと思う。ものすごい大事ですね。出雲にでかい強大な一族があったんじゃないかなと言われてるんです、はい。高神谷遺跡というね、遺跡があるんです。ここから荒ぶるこの神の谷の遺跡ですよ。すごいです、住みたくないですそうですか、高神谷遺跡絶対住まないですよ。洋画谷の方がいいよねこの高神谷遺跡にですね、で、っていうところでなんと銅剣が358本発見されたんです。これはすごいんですよ。それ高神谷遺跡が発見される前までに全国で出ていた銅剣の総数を1か所で超えたんです。ものすごいんです。ということは古代において鉄を制する者も制しますから、ものすごい強大な一族が出雲にいたに違いないから。だから出雲神話が、出雲大社だって日本一高い建物なんですよ。日本一高い建物だったんです。あの天皇の住んでる御所よりも高いんですよ。奈良の大仏よりも高いんですよ。一番高いのずっと出雲大社だったんです。なんでこんなに出雲が、大和にが中心なの、はい、出雲でそんなに気を使う必要がある、はい、それは出雲の一族を大和がぶっ倒して出雲に送って、出雲に送ったか分かりますよ。その大和にもともといたのは大和に来て、これは邪馬台国かもしれませんし、神武天皇かもしれないしってところなんですよ。これをやるとまた1時間、2時間歴史は連続ですから、皆さん興味持ったらまたやるんで来てください。あ、すごい、今興味がつながりますから。これは皮肉かもしれない、邪馬台国が来たかもしれない、そして倒したと。で、それが出雲へお前ら行っとけって、出雲に逃げたかもしれませんし、出雲にいたまま倒したかもしれませんし、わからないけれども、とにかく強大な一族だ。この一族を皆殺しにすると日本はたたり神ってありますから、はいはい、そういう政界の大物とか殺してしまう一族とかあると、もうそのものが霊となってたたり神となって、このように災いを及ぼすという信仰がありますから、それに気を使って出雲すげえぜっていうことで書いてたかもしれない。あとのたたりを恐れて、そういうのがすごかったんだよっていうことによって音量を鎮魂を眺めてるんですよ、はい。その次です、国譲り。これも、これで、大国主が日本列島支配しましたと。そしてアマテラスが、おあいつちょっと調子乗ってるぞと、もう締めてこいよって、自分の部下です、うん、竹三日月の見事、茨城県鹿島神宮に祀られてます、こいつを送りますよ、はい、それ竹三日月の強い神ですよ。あの生水乗ってるんですよ、あの絵で見ると。鹿島神宮と香取神宮、見たことありますか、はい、要石っていうのがあります。この要石ってこの繋がってるんです、鹿島香取と。水戸黄門が 7日間、24時間体制に掘ったけれども、下まで行かなかったっていうぐらい長いから繋がってるという伝承がある。この石によって、生水の頭を押さえてる。はい、竹三日月の御利益によって抑えてます、無人の神が。だから茨城や古来から地震が少ないって言うんです。そんなことないですありますあるし、この間何なら鹿島神宮の鳥居が茨城の大地震によって崩壊しました。だからもっとね、参拝しなきゃいけないんですよ。思いが足りなかった、思いが足りないんですよ。だからそういうことになっちゃうんです、はい。まあ、それで、竹三日月の御事がやってきます。ここで